皆さんこんにちは。日本人はがんで亡くなる人が4人に1人と言われています。そのうち大腸がんで亡くなる人は全体の第3位です。特に女性は第1位となっており、大腸がんで亡くなる方が多くなっています。大腸がんは早期に発見できる、 100% を治癒すると言われていますが、どのようなメカニズムで起こることなのでしょうか。大腸がんとは、大腸の役割は水分の吸収を行い便を作ることです。大腸は盲腸、結腸、上行結腸、横行結腸、下行結腸、S 状結腸、直腸に分けられます。大腸がんは大腸の粘膜の細胞が何らかの原因でがん細胞となり、次第に大腸の壁に深く広がって進行していく病気です。その進行は比較的ゆっくりですが、進行するにつれてリンパ節や肝臓などの別の臓器に移転していきます。大腸がんの発生が多い場所は直腸、S 状結腸、上行結腸、横行結腸、盲腸、下行結腸の順となっています。直腸は肛門に一番近い場所にあるため、大腸に便がとどまる時間も一番長くなりやすくなります。そのため便に含まれる発がん性物質の影響を受けやすいと考えられています。大腸がんとおなら。大腸がんの兆候の中でも一番わかりやすい症状はおならの変化です。おならの回数が増えて刺激臭、腐敗臭がひどくなったら要注意です。しかしそれの症状は日頃食べるものによっておならの匂いが変わってしまうので、自覚するのは難しいかもしれません。体験談によると、今までは無臭だったのにおならの回数が増えたという兆候があったという患者さんもいるようです。便の状態からの兆候。便が細くなった、軟便になった、色が黒っぽい、便に鮮血が、など。便通の状態も大きな目安になりますが、普段から下痢をする習慣のある人はいつものことと見逃してしまいがちになるので注意しましょう。また残便感があり、トイレに座っている時間が長くなったという兆候もあるようです。トイレからなかなか出られない、便が硬かったり出が悪かったりして時間がかかる時ってありますよね。会社や学校だとゆっくりトイレに行けなくて辛抱してしまい、便意があるのに出せないストレスで悩まなければいけなくなります。それと長くトイレに行って力みすぎて切れ痔になる人もいます。血行が悪くなり鬱血していぼ痔になることもあります。外食快便が一番嬉しいですが、やはり腸内環境を整えておくことが大事ですね。時々下腹部がチクチクと痛む。大腸がんの初期症状として時々お腹がチクチクするような痛みがしたり、何か変な違和感を感じることがあります。大腸内部でポリープが炎症を起こしていたり、がん化している時なのでしょう。よほど注意していないと気がつかないと思いますが、本人しかわからない、いつもと違う感覚でしょう。
この初期の段階で発見することができれば、早期の治療で完全に治すことができます。すぐに体が疲れてしまう。大腸がんの中でも腸高血腸で発症した場合は、腸の奥の方で出血していても気がつかないです。しかし出血が大腸内部で頻繁に起これば、貧血状態になるので非常に疲れやすくなるのです。怖いのは気づかないうちに進行してしまっていることです。食欲がなくなってきた、お腹の違和感や下痢が続いたりしているのが普通になってくると、徐々に食べる量も減少していきます。大腸がんの症状が少しずつ進行していくと、排便が普通にできていたのも詰まってきたりして、下痢や下血が生じてくるので食べたくなくなります。大腸がんの末期の症状とは、大腸がんは進行すると徐々に内側に食い込み、大腸を圧迫していきます。また他の臓器に転移することがあります。腰痛、尿が出づらい、便が細い、食欲不振、嘔吐、腸閉塞によるものもある、体重の減少などがあります。末期症状になる前に早期発見するためには、定期的に検診を受けることをお勧めします。大腸がんと間違いやすい病気。大腸がんと間違いやすい病気がいくつかあります。その中で比較的多い病気と症状をまとめました。大腸がんと間違いやすい病気とその症状、痔、下血、吐血、大腸がんと一番間違われやすい症状です。虚血性大腸炎、持続性の粘膜弁、下痢、腹痛、過敏性腸症候群、便秘、排便の頻度の変化、下痢と便秘の繰り返し、クローン病、腹痛、下痢、腹部のしこり、倦怠感、体重減少、大腸憩室症、発熱、腹痛、血便。上記のような症状があったら、自己判断はしないで医療機関できちんと診察してもらいましょう。大腸がんでなければそれで良いですし、万が一大腸がんだった場合、早期発見につながります。大腸がんの原因、食生活の欧米化。日本では米や野菜中心の食生活でしたが、近年の食生活では急速に欧米化しており、肉や油などタンパク質や脂肪分の多い食事に変化しています。タンパク質やカロリーの高い食事をとると、便が大腸にとどまる時間が長くなり、便に含まれる発がん性物質も長い時間とどまります。そのためがんが発生しやすくなります。タバコ。タバコは大腸だけでなく、肺や胃などの消化器系の臓器へ影響を与えやすいと言われています。大腸にタバコの煙が直接触れることはありませんが、発がん性物質を体に取り込むため、吸わない人に比べるとおよそ7倍大腸がんになりやすいと言われています。過度の飲酒。たくさんのお酒を摂取することは明らかなリスク要因として分かっています。欧米人に比べて日本人の方がアルコールの影響を受けてがんになりやすいと報告されており、男女ともに
適度な飲酒にとどめることが必要です。運動不足。運動が大腸がんのリスクを軽減することはアメリカ国立がん研究所から報告されています。特にデスクワークの多い人が大腸がんになりやすいとも言われていますので、意識して体を動かすことが有効です。肥満。特に男性において肥満が関係すると言われています。 BMI 27以上で大腸がんになる可能性の確実な上昇が見られると報告されています。遺伝。大腸にポリープができない体質の人がおり、遺伝的要因の一つとして考えられています。大腸に良いとされる食べ物について大腸がん予防。腸に良い食べ物は一般的に食物繊維がいいと言われておりますが、一番いいものは水溶性食物繊維ペクチンをたくさん含まれるもので、一番はリンゴ、次にこんにゃく、ごぼうとなります。リンゴの繊維は腸内の老廃物や発がん性物質などの有害物質を体外に排出してくれます。水を吸って膨らみ、大腸内壁のお掃除をしてくれます。他にリンゴは血管内の老廃物や余分な塩分も体外に排出してくれます。そのためリンゴの生産地では高血圧の人が少ないそうです。こんにゃくとごぼうには水溶性食物繊維が非常に多く含まれているのです。またキノコや海藻、わかめや昆布なども大腸の掃除に役立ちます。大腸がんは日本人にとって身近な病気です。女性ががんで亡くなるとき一番多いのは大腸がんとなっています。原因は食生活の欧米化、タバコ、過度の飲酒、運動不足、肥満、遺伝など様々です。初期症状には便に関するものが多いので、便の状態を毎日確認することが大切です。血便があったら直ちに、その他にも便に異常があったらできるだけ早めに病院へ行くようにしてください。また大腸がん検診は市町村の助成を受けられますので、確認してみると良いでしょう。特にがんは早期発見することが重要ですので、気になる症状があればすぐに医療機関を受診しましょう。